分布域尖閣モグラは、哺乳更新無毛彫目モグラカモグラ族に分類される哺乳類。日本固有種体長1 2 9 9トル。尾長1 2トル。体重4 2 7ム。頭骨の糞がやや短い。波数は計38本。あと足長1 6トル。1979年に、 ウオツリ島の海岸周辺の草地で模式標本となったメス個体が採集されたのみ、モグラ科の多種よりも波数が少ないことから、モノタイプの親属新種として記載された。2001年に台湾モグラと頭骨が類似すること、台湾モグラモゲラインスラリスの波数に変異が見られることから、モグラ族に含める説が提唱された。 1976年6月に、ウオツリ島の海岸近くの草地で採集されたメス1個体の標本があるのみで詳細は不明である。多くのモグラ類は土壌層があまり発達しない、熱帯域には分布しないが、ウオツリ島中部にはやや気温が低いウンムーリンがあることが本種の分布と関連していることが示唆されている。模式標本となった個体の採集例しかないため、 本種に関する知見はない。分布が非常に限定的であることから、生息数は、もともと少ないと考えられている。人為的に移入されたヤギによる拉致の増加、植生の変化、土壌流出などによる影響が懸念されている。魚釣り島では1978年に、与那国島から、ヤギが私有一島ずつ持ち込まれた。1991年の調査では、南斜面だけでも、 約300頭のヤギが確認され、島全体を覆う森林内や北斜面にはより多くの個体がいたと考えられている。ウオツリ島では衛星画像の調査から拉致の増加、南斜面では幅150メートルに達する崩落が確認されている。2017年現在沖縄県レッドリストでは絶滅危惧アイエールイと判定されている。 絶滅危惧アイエールイ2010年10月7日に、登山家の野口健也獣医学博士で、元衆議院議員の山際大志郎、富山大学の横、畑康史順教授を発起人とする、尖閣モグラを守る会が設立された。同会は、尖閣モグラをはじめ、尖閣サーガニや、尖閣ツツジなど、魚釣りリ島固有の動植物11種を守る対象と、し、日本政府へ、 上陸調査を要請していくとしている。ありがとうございます。